まさにセット。アースガルザ。オーディン、ついに姿を現したか。あの者の力、計り知れぬ。ヤツやアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ、脱出戦に誘導しよう。秀吉、みんなを無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべく、アテナも守ってほしい。お安い御用じゃ、美人は守っちゃだ。おちゃらけとる場合じゃねえわ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられぬ。味方たちに引くとしよう。敵将、打ち取ったよ。見事な手際だった。そう言って助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。ジョカ殿の言う通り、引くしかないわい。オーディン、それに父の力を奪ったアレス。これが人の手には負えない。お前たちは早く逃げろ。フン、強がり。お前の手なら負えるというのか。いやはや、とても真似できませんな。仕方ないですね。私に手を貸してもらえますか。私こそ、すべての世を滑る存在。すべてっちゅうことは、この世界も戦界も、わしらの住む人間界もが。やれやれ。そう、そのための手段がここに。邪魔をするなら消してくれよ。こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。分かった。共にこの場を切り抜けるとしよう。船が逃げるのと凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。私が行く。炎を受け取った怪物だと。船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。船を燃やされてたまりかよ。わしが止めてやれ。絶対を邪魔されてはかなわぬ。炎の怪物を吹っ飛ばそうぞ。この一心。選ばれたのに不可能だ。打ち取ったよ。ぜひとも怪物も面白いように従ってくれる。あの男が怪物を操っている。奴を撃てば怪物を止められるはずだ。上出来だね。奥の手だ。こいつがやられたなと役立たすが、これでは家計が並んではないか。小ざかしいな。敵将、撃ち取った。こうなってしまっては船での撤退は難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れて退路へ向かうぞ。魂よ。承知したね。段取りは全てわしがやってる。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちのしんがりはわしが受け持つ。私が激しく攻め立てよ。はい、せーのね。では、もう一方のしんがりは私にお任せを。お気をつけください。後ろを任せたぜ、秀吉。俺たちは退路を切り開く。サルネが踏ん張っておく。鬼柴田がここで退路を確保してやろう。人間を頼るのに情けないが、今は協力するしかあるまい。さあ、かき乱してやろう。相変わらず凄まじいですね。愛花の者の子をも残しておいてください。
ロキ殿、あなたの叶えたいことはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさか。そんなものは序の口にする。私の願いはこの先に敵を逃がしては部門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。おうよ義経様、町の連中は俺がぶっ潰してくるぜ。そう簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、このコンコースが防いでやる。さあ相手をせい。あっちゃー、おっぴが消えたね。あの頭巾のやつ、なかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせねえ。ご無事ですか。人間ど、私の手を貸してもらえますか。よし、はい、ならこれが直々に消してやる。せっかくだ。仕方ないですね。私の力を見せて。ロキ。そうですね。お前はアレスを援護して。さ。やれ。無茶ですよ。オーディン出てきた。奴らも相手はしたくなかった。だが一体他に持ち込めれば勝機はある。一人一人囲んで倒してしまおう。いや、さすが相変わらずお見事ですな。源の九郎義経、これにあり。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。ここだ。私が終わらせてやろう。さあ、そろそろもう一人の招待客が来る頃。魔界への渇望は止められる。奴らに滅びよう。こちらは逃げ切れた。残っている者も皆助け合って撤退してほしい。破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、わしを追ってきたんか。秀吉、逃げろ。無理に戦うんじゃねえぞ。追いつかれる前に逃げ切れ。やっぱ強えな。行けるとこまで行っちまえ。やるな勝家。さすがは鬼柴田と呼ばれるだけはあるぜ。デイ、お主の怪力こそ見事なもの。こんな会話前にもしてる。なんとかなったわ。今のうちに急いで逃げるんじゃ。絶望するんだよ。打ち取った。
切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。よっしゃ、みんなうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけだ。よっ、激しく攻め立てよう。はい、そうだね。みんなで生き延びるんじゃ。いたようだけね、楽したいね。奥の手だ。ターン。ぜひともよろしく頼む。はい、はい。力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げる。うん、うまくいったかな。けど油断は禁物だ。